皆さんこんばんは、河本ひろとです。オラゴジラだど、ロックンロールの定番中の定番をお届けするこのコーナーですが、現在、東北北関東の至るところで、地震の被害、津波の被害、それから原子力発電所のとても不安な状況の中で大変な思いをしている人たち、聞こえますか？おーい、そちらの状況は、ラジオやテレビ、新聞などでしか知ることができませんが、大変なことになっているなっていうのは非常にわかるし、みんな頑張ってると思います。さて、そちらは我々の状況が伝わっているでしょうか。地震の被害にも遭うことなく、なんとか無事で、過ごしている僕らのことを知っているでしょうか。僕らは、元気だよ。世界は回り続けていますよ。お花屋さんはお花を売っていますよ。とんかつ屋さんはとんかつを揚げていますよ。そして、僕は一日も休まず歌っていますよ。全くいつもと同じように会いたい人に会っていますよ。行きたいところに行っていますよ。いつでもみんな、帰ってこいよ。いつでもみんなが参加できるように、いつものような世界はちゃんとあって、世界は壊れてないから帰ってこいよな。やりますよ。いつもと同じようにやるんだよ、僕たちは。そんでね、いつもと一つだけ違うことがあります。それはみんなが、あなたたちのことを見ています。はい。そして僕らが今見たいのはあなたたちの笑顔です。早くにっこり笑ってください。はい。それじゃあロックンロール聞いてください。ブルーススプリングスティーンでバッドランド。ブルーススプリングスティーンでバッドランドでした。曲をかける前に、被災地のみんなに、個人的に喋、ってしまいましたこと、すいません。そんで、今度はそうじゃない、そうじゃない人たち、聞いてくれてる人、長崎のみんな、それから今リズモウェーブを使えば全国で聞けるこの放送です。被害に遭うことなく暮らしているみんな、聞いてください。俺たちいつも通りやろうぜ。ガンガン働いてガンガン稼ごうぜ。たっぷり稼いでさ、ちょっとでもさ分け合えたらいいなと思います。じゃあね、バイバイ、また来週。